あら、かわいい。天使が4人もいるね。あ、こっち向いた。あ、笑った、最後。おいおいおい。恋に落ちちゃったよ。嘘だろ。先週はオールスターライブ、ご苦労だったね。今後のスケジュールについては、君に一任するつもりだ。うん。だが、その前に、毎週のライブのほか、営業やレッスンについても、君から指示を出してもらおうと思っている。ようやくこれから本格的に自分でプレイできるようになるんだね。まあ、ここまでは長いチュートリアルだったんだ。そうだ。アイドルを育てていくには、こういう地道な活動も大切なのだよ。実際には毎週必ず行う必要はない。君に余裕がある時にやってくれればいいんだね。そう言ってくれると思っていたよ。早速詳細についてだが、おとなし君、お願いできるかね。はい。では今から営業レッスンについて詳しく説明しますから、よく聞いていてください。はい、お願いしますよ。営業とレッスンは前作から大して変わってないと思うのでね。これプロデューサーさんにはこれからリーダーのアイドルの営業やレッスンをしていただくことになります。任してください。まずは営業レッスンを選んでください、うん、はい、これですね。今表示されているのが営業レッスンのお仕事です。プロデューサーさんはこちらから今週の営業やレッスンを選んでもらうことになります。営業やレッスンは週にどれか一つを行います。あ、営業やレッスンを選んだ週はライブはできませんからね。ほう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 。ライブ、営業、レッスン、どれか一つってことね。おいえ、わかりました。通常営業と資金営業の2種類があります。通常営業はクライアントからオファーが来るお仕事です。アイドルごとにいろいろなお仕事があります。資金営業はマニーが必要な営業のことです。ナムコプロがアイドルを売り込んでいくお仕事になります。通常営業に成功すると報酬としてマニーが、資金営業に成功するとファン人数が増えます。どちらがいいか状況に合わせて選んでくださいね、うん、最初のうちはだから普通の営業をしておいた方がいいよね。レッスンではアイドルの実力を上げられます。どのお仕事をするかはプロデューサーさんの方針次第です。そう、内容についてはそれぞれのレッスンの前に改めてご説明しますね。はい、お願いします。今回は初めてなので初めての営業を選んでもらいたいんですけど、その前にこちらの小鳥姉さんの初めての営業指南書を見ておいてください。何なんだこれ。またうん、ちょっと疑問に思ったね。小鳥姉さんだってよ、おばあばさんだろ。さて、これ営業アンドレッスンの小鳥メモですね。営業アンドレッスンは大きく分けて3種類あり、1週間で1つだけ受けることができます。さっきの説明にもあったね。うん。通常レッスン、レッスンで、通常営業ですね。営業では、マニーを増やすお仕事です。試験営業はこちらからお金を出して、アイドルのファンを増やす仕事だね。で、レッスンはアイドルの能力、実力を上げる、ものですね。これもマニーが必要なんだ。これで説明はおしまいです。ありがとう。それではプロデューサーさん、実際にお仕事を選んでみましょう。はい、じゃあこれ初めての営業レベル1ですね。これをやっていこう。いくぞ、誠。大丈夫ですって。僕本番には強い方ですから。よろしくお願いします。僕頑張ります。山道って空気も景色もいいからつい走りすぎちゃって20キロぐらいかな。すげえな。
うわ、こっから俺の仕事だね。なんだこれ、サイコロを投げて営業ノルマ、何それ。どういうことよお前、それ仕事してるうちに入んのか。はい、行きましたね。営業のルール1、営業では営業ノルマを達成することを目標とします。 R2 でサイコロを振って営業の成果を上げましょう。サイコロの目の合計が大きいほど、営業の成果が高く、営業ノルマの達成に近づきます。サイコロの数はアイドルとの思い出の数によって変化します、とのことだね。はぁ、いやちょっと待って、何その運要素、仕事しない、ちゃんとギャンブルだね。で、手帳を揺さぶって交渉を調整しよう。サイコロを投げた後で交渉を調整をすることができます。交渉の間、なるべくサイコロの目が大きくなるように、ワイヤレスコントローラー、コントローラーを揺さぶってサイコロを動かし、転がしましょう。制限時間0になると交渉過去調整は終了です、とのことだね。うわー、なんだこれ、行くぜ、じゃあ振るぜ。どのくらい希望ですか。はい、ゴー、いけ、おー、6出た、いいんじゃない、交渉。はい、行きますよ。何、振れって言ってて、あ、もう落ちたんですけど。もう落ちたんですけど。オーマイガー、オーマイガー、めっちゃ落ちていくんですけど。あー、また落ちた、ちょっと待って、難しい。あ、4、ノーマルか、よかった。これ3だとちょっとバットン入るのかもしれない、悪い本で、ね、4ページってでも結構多いよ。お疲れ様でした。ランニングだけで4ページも書けるのかな、すげえな、めっちゃ有能じゃないか。うわ、でも6出したかったよな。いや、あれむずいわ、これ操作するのね。サイコロめっちゃ落ちていってんだから。ファンの人数結構増えるもんだね。次のランクアップまでは3399。ゾロ目だね、3399って。なんか気持ち悪いな。今日も遅くまでご苦労様。サイコロ振っただけだけどね。そろそろ君のプロデュースの成果を確認させてもらってもいいかな。なんかしたわけではないけど。うん、どれ？君のプロデュース活動だが。お、レベルがランクアップしたね。順調に進んでいるようだね。やはり、え、そうなの？正解だった。サイコロ振っただけだよ、もう一回言っていい？サイコロ振っただけだ。その調子でよろしく。わかった、ずっとサイコロ俺振るわ。わかりました、そういう仕事をやっていこう。俺もやりてえな、プロデューサー、やらしてくれねえかな。さて、そろそろ君に、楽曲を提供しようと思う。もう？あの、君なら使いこなしてくれ。ランクアップしたからか。イエス！社長ありがとう。何を取ろうかな。歌はアイドルという咲き誇る花の蜜であり、水だからね。早速どれか一曲選んでくれたまえ。何その例え？いらないよ。詩人になったつもりか。おお、めちゃくちゃあるね。あ、増えてる増えてる、前より増えてるわ。多いなこれ。いっぱいいっぱい。かわいいね。ああ、いいね。全部いいな。まだちょっと無理だ、これは。お、ちょっと多すぎて、どれを選べばいいのか分かんないね。迷うなこれ。七色ボタンにいいんじゃねえかなと思う。うん、いいじゃない、可愛らしい曲だ。いきなりきらめきらりとかね、まずい。いきなりちょっとまずい。決まったようだね。君
君の今後のプロデュースでその楽曲が生かされることを期待しているよ。生かしまくりますよ。いろいろ大変なこともあるかと思うが、君ならば乗り越えられると信じている。頑張ってくれたまえ。社長はすんごい俺を過大評価するね。サイコロ振っただけなんだよな、ほんと。あれで仕事したうち入んのか。あら、かわいい。わーお、見てくれ、あの胸を。胸に注目だね。入りたい中に。俺が入ったらみんな帰っていくと思うけど。悲しい。初めての営業はどうでしたか？よかった。社長も言っていましたけど、営業やレッスンは無理に毎週行う必要はありませんからね。ライブもそうですけど、どれも大切なお仕事です。バランスよく行うのがいいと思います。偏りすぎないでやるっていうのが一番なんだね。ちなみにアイドルランクが上がると新しい営業やレッスンが選べるようになります。そのあたりのことはこちらにまとめておきました。どうぞ。ほんと優秀だね。はい。営業とレッスンのレベルについて。営業やレッスンにはレベルがあり、レベルが上がると獲得できる報酬が大きくなっていきます。受けられる営業レッスンのレベルはリーダーのアイドルランクによって変化します。とのことだ。新しいお仕事ができるようになったら、朝に私がご連絡しますから。それじゃ、今週もお疲れ様でした。お先に失礼します。なんだこれ、演技の練習してんのかな。あまりうまくいってない感じだけど。すごい笑ってる。平和な世界だね。誠も笑い、俺も笑い、みんなも笑ってる。笑顔満載な一日がまた始まったよ。何しようかなー。春6週目の朝だね。また営業とレッスン。まあ、ライブするのはちょっと早いんで、またどっちかやっていきましょうか。あ、モデルの仕事をマジで来てるじゃん。資金営業は合宿所密着取材だってよ。こっちからお金を払ってやっていくんだけど、これマニーはないから無理だね。この仕事は受けることはできないね。お金が貯まってから。でもファンが一気に1000人から4000人増えますからね。もちろんこの1000人から4000人っていうのはその間にイベントがありますので、うまくいけばマックスの4000人、悪ければ1000人という感じになりますが、まあ、1000人以上増えることは確かだからね。お金を増やしていきたいんだから、これやっていきましょうか。モデルの仕事だ。かわいいかわいい、俺のマクトをきれいに撮ってくれよ。勝手に俺のって言っちゃってるけどね。あ、手つないでいってないんだね。そんなことしないか。強引に手握ってもいいかな。投げ飛ばされるね。まこと強いから。空手かなんかやってたよね、この人。今日も頑張るぞ。プロデューサー、よろしくお願いします。ピピピピピピ。あははは。何してんのこの子。みたいな感じでお願いしますなり。なりってなんだよ。あ、また来たよ、これ。よっしゃ、じゃあサイコロ振っていこうか。行こう。おお !6 じゃん。もうこれでいいかな。いや、調整しないで OK でしょ。さっき俺調整する間違って押したんだね。しないしない。イエーイ!終わった。あありがとうございます。600枚全部欲しいわ。600枚も撮ったらなんか世間に流出できない、そんな画像も1枚くらいはあるだろうね。それは俺がもらう。いいね。あ、ファンは増えなかったね。まあそれはしゃあないわ。マニーがこれ2350あるのでね、これ次、あの合宿のやつすればいいかもしれない。資金営業ですね。
マッサージしてる。やってほしいわ。めっちゃ気持ちいいだろうね。あら、今日は誰もいないのか。いや、いたわ。おはようございます、プロデューサー。高根の声初めて聞いたね。そういや高根と会話してなかったからね。高根だけじゃないけどね。あーマミとアミが雑巾拭きしてるよ。さて、じゃあ今回の実況はね、この7周目をプレイして終了していこうと思うからね。これじゃあ、営業レッスンで次、資金営業の、はい、これですね。お金を使って、合宿所の密着次第、レベル1をプレイしていきましょう。これでファンがかなり増えるはずだ。アイドルランクも上がるかもしれないね。よろしくお願いします。僕頑張ります。そうなんです。あれ、山道って空気も景色もいいからつい走りすぎちゃって20キロぐらい。2度目だ。ダメでしょこれ。いいのか。いや、来たよ。興味深いですね、じゃなくて。マコトファンはちょっとびっくりするだろうね。また同じ内容だっていう。ちょっと距離変えたらよかったのね。40にしたらよかったの。さて行こうか。グッドを取るぞ。あ、もうこれで OK じゃないですか。うん、交渉しない。毎回最初に6が出るんだよな。パーフェクトは12からだね。ただ今はもうこれ数が6しかないのよ。それ以上ないんでね。成功しまくりだわ。マジで楽な仕事だな。何もしてねえぞ俺。何もせず金も手に入れて、そしてアイドルとも触れ合えて、最高な仕事だね。おお、めっちゃ増えてる。3000人切ったかな。切ったね。おお、一気にめっちゃ増えた。次のランクアップライブまで399人いけるね。で、総合ファン人数は3000人増えて、あと16,115人で何かが起こるね。ランクが上がるってことかな。大成功じゃないですか。いやー、2000万に払ってよかったわ。みんなで見てるよ。入りたいね、この輪に。ボイス付きで見たいわ。ねえ、それだけでいいわ。何をしてんだ。誰か見られたんだな。あずささんだ。優しいね。わざと触れないであげてね。いいな、このちょっとしたオフショット。もうこれだけでいいねえ。ナムコさんもこれ発売するべきだよ。オフショットをボイス付きのやつでまとめたやつね。そうするべきだ。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思いますよ。また非常に可愛いアイドルたちの姿を見ることができたね。次回はこの春8週目の朝から始めていきますのでね。これアイドルが通るたびにやめるのか。ほんで始めたりするんだね。また、ほらほらやってる。今、あれだね。弥生が通ったね。弥生なら一緒にやってくれそうだけど。また誰か通らないかな。あ、来た。結構通るな。みんなわざと通ってるだろう。これ誰？リツコか。気づけ、もう多分、その反応面白がってわざと通ってる人ちらほらいると思うよ。OK! じゃあ次回の実況もお楽しみにね。ここまで見てくださったみんなありがとう。グググググバイ。また会いましょう。